はい、ウッディバルーンカンパニーの金さんです。いつもありがとうございます。先日スヌーピーの、とてもシンプルなスヌーピーのバルーンを作ったと思うんですけども、今日は、それにこう乗せても可愛いかなって思うようなものを紹介させていただきます。それはバルーンの飛行機ですね。いろんな色の組み合わせで作られてもいいかなと思います。今日はね、スヌーピーが乗っても色がね、結構可愛いかなって思うものを選んで作ってみたいと思いますので、さあ早速やっていきましょう。はい、使う風船は青い2609 と、ブルーの2609と、赤の2609とグレーの2609、4本で作ります。まず飛行機のボディから作りましょう。ほとんどね、膨らませるんですよ。こうやって先がこのぐらい残ってるんで、これを結んでいきます。これを半分にします。大体この辺かなと思うところをこう一回、回していく。そうすると2つに分かれてくれるので、これを半分に折ります。半分に折ったところを回していく。そしてこの結び目の、残りちょっとあえて長めに残してもいいんですけども、これをぐるっとちょっと引っ張りながら回していく。残りでもいいし、風船の首の結び目のところでもいいですからね。そうすると飛行機のボディができました。今度は垂直尾翼を作りたいと思います。垂直尾翼は膨らます長さがこのぐらいです。で、まず、この首を使って一回通していきます。向かいに行ってもいいし、ちょっと引っ張り気味に通していって、ここでね、最初にピンチツイストを一つ作ります。バブルを作っておいて、これをこういう風にしてこの指で引っ張ってます。はい、こういう感じになりました。そしてこのぐらいの長さのバブルを作ります。これを折り曲げて三角を作ります。引っ張ってます。で、柔らかくして、これをだいたいね、こういう感じになっていくので、ちょっと空気が動きますから、それを考えて大体の長さを決めます。これ回転させておいて、これを中に入れていく。そしてこういうふうに決めていってあげます。残りはこれがあるから楽ですよね。ここに回していきます。引っ張って、結構引っ張ってます。で、ここでね、一回ね、こっち側にも通してあげるといいと思います。センターが決まるんで。はい、で、こういう形になりました。垂直尾翼、これ形整えた丸みがあった方がいいなっていう人はこのままでもいいし、いや、ちょっととんがった方がいいなっていう人はこういう風に直角三角形みたいにしてもいい。これもちょっと今日は直角三角形にしましょうね。はい、だいぶ見えてきましたね。で、次に、羽を作ります。羽もとても簡単で、丸を作るだけなので、これをこのぐらいに膨らませて、これを結んでいくだけ。半分ぐらいのところに持ってきてます。これだけですよ。とても簡単でしょ。ちょっと不安定だなと思ったら、こういったところをね、通せば安定してくるので、ほどけることはないと思います。これはここに後通しますね。で、最後にプロペラを作ります。ちょっとプロペラ見えますかね。先っぽがちょっと結び目がない方にしてあるんで、ちょっと結び目がないように作ってみたいと思います。一回先まで入れて、ちょっとね、この辺で空気を抜きましょう。しっかり回して空気を抜いて、あえてこの辺で結ぶ
でこっちから作り始めます。こっちから作り始めます。でだいぶやおいのでこっち逃げる力が強いから、ちょっとその辺をうまくコントロールしながらやりましょう。引っ張ってます。同じような丸をもう一個作る。最後にもう一つ、ちょっとこれでかいから一回決めましょうかね。圧力をうまく調節しながらプロペラを作ったら、いらない風船はアイアイカッターで切ります。ハサミをね使うのもいいんですけど、アイアイカッターとても安心なので、ぜひね試していただきたいなと思っています。でもハサミを使われる方はもうやり方が慣れてると思うから、気をつけてやってくださいね。ここにつけます。こういう結び目、これを引っ張ってます。そうですね。で、ここに入れます。これで完成です。正面から見たところ、横から見たところ、上から後ろから下から、スヌーピーをポコッとはめると空飛ぶスヌーピーの出来上がり。この辺にウッドストック作ってもいいね。またウッドストックを追って紹介します。はい、それではグッディーバルーンカンパニーの金さんでした。登録よろしくお願いします。もっともっと頑張って作ります。サブスクリーブルプリーズ登録よろしくお願いします。外国の方もいつもありがとう。じゃあね、バイバイ。